私が掴むアンサーはみんなの笑顔だ。これがみんなを明るく照らす。みんなに三つ星の輝きを。神から来ました、ムーミンです。モカと一緒にコーヒータイムしていかない？一週間たくさん愛情と応援の気持ちをどうもありがとうございました。いろんなことあるけど、みんなで乗り越えれば何でもできるよね。本当に出会ってくれてありがとう。わー、全力アンサー、みんなと全力クイズしてみた。ちょっと全力アンサー、全力クイズ勝負してみた。リアリティのカモメの名前は何でしょう。手渡し対決いきます。はーい、スタート。いける気がする、そろそろ。だって腹ムズムズしてるもん。ちょっと早い。名前は何でしょう。鈴木さん。多分正解鈴木さんだよね。あ、合ってる合ってる。そこで迷っちゃったら編集大変じゃない。編集してくれる人も何とかする。全力クイズ勝負してみた。ルフの元がデビュー時からやってる定番企画とは、早口言葉を言えれば勝てるやつ。本当に。はい、はい。パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、アパパパパ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、はい！すっぱなぼか！やばい！正解！ちょっと待ったー。ちょっと聞こえないですね。おへぇ、なんだろう、ちょっと記憶にない。ドキドキ。ドキドキ。全力アンサー！クイズ勝負してみた！うまい棒ムキムキしていこう。で死ぬかもしんないから窒息して。ガチだからこっち集中してるんだわ。そうだよ。問題、1枚の紙を切らずに10枚にするにはどうしたらいいでしょうか。わかんねえ。ちょっと待ってくれよ。よー、スタート。はい、食べた。折りたたむ。しょうもない答えしか出てこないよ。山田くん、座布団10枚お願いします。一番ほら赤が露呈した。お互い不正解ということで残念でした。クイズ勝負してみた。じゃあちょっと開封の儀を、はい、音までしっかりと。中からちょっと硬いの出てきました。しっかり立派なうまい棒がね。世界三大珍味、キャビア、フォアグラ、もう一つは何でしょう。 OK ですか。 OK です。よーい、ドン。はい。うわぁ、何早く行けんの。これ飲みしました。正解はトリュフ。うわ、ピンポーン。吐いたらごめん。全力アンサー、矢月ちゃんと一緒にクイズ勝負してみたー。たくさんあると切れるけど1枚だけだと切れないものは何でしょう。5回早く回った人から、回答権が得られます。スタート。あれ、靴にコード絡まってるわ。ちょっと待って、なんか落ちたんだよ。おっと、早くね。相互フォロー数大違うって。洋服、下着だと外には出られないでしょ。出られない。人じゃないんだもん。何歳です、これ。こんなに何歳だって。 MVP 賞もらえるんだ。霧島勝ちました。ポケ和牛ゲットしました。なんか言うとおります、この人。コロちゃんと一緒にクイズ対決してみた。新紙幣の一万円札、これは誰でしょう。スタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90
の。あ、エイチでしょ、エイチ。大塚君。全力アンサー。
ロカと一緒にコーヒータイムしていかない？あー、ちょっともう一回撮っていいですか？いいよ。っていうの？待って待って。もう一回出すんじゃない？もう一回出すの？おい！ございます。答え、ヴィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホでした。ありがとう、ポリ。助かったよ。はい、やっと。自分チーズ味です。あった、やらしいですね。え、なんで？リアルでぐるぐる回るよ。あ、やべ、私さっき30分前に帰ってきて、お酒入ってる、ごめん、吐いたらごめん。先に謝みたいな。ママ黙ってるね、絶対無理じゃない？超大変全力アンサー、イエーイ。さあ始まりました、新感覚クイズバラエティ、答えるまでが超大変全力アンサー。本日 MC を務めますクイズ王の古川陽平です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそして今回ですね、見事イベントを勝ち抜かれまして、出場権を獲得した4人のライバーさんをご紹介させていただきたいと思います。まずはこちら手前側から三つ星リサさんです。ご挨拶お願いいたします。はい、いただきました。星3つ、三つ星リサです。お願いします。お願いします。いかがですか、今回はクイズのね、番組ということになりますけれども、自身のことは、はい、もちろん優勝する気で来ました。お元気、頑張ります。よろしくお願いします。続きましてはムーミンさんです。ムーミン谷から来ました、ムーミンです。よろしくお願いします。お願いします。え、ムーミン谷から来てるんだ。はい。え、フィンランドの？違います。あ、違う。え、カバでもありません。あ、カバでもない。パンダです。パンダ。はい。続きましてはヨクシマルユウさんです。世界のエンターテイナーヨクシマルです。男が好きない男、本日はよろしくお願いします。お願いします。イエーイ。さあそして最後でございますルフナモカさんです。可愛い生徒エリートのルフナモカです。よろしくお願いします。お願いします。エリートなんですね。エリートです。自称エリートってよく言われてるので、自他ともに認められるエリートになりに来ました。はい。さあエリートはね、やっぱり頭いい方多いと思いますからね、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思いますけども、そして皆さん今回のね、衣装といいますか、アバターといいますか、非常に皆さん気合い入ってますけど、それぞれなんかポイントとか見通しあります？これアバターなんと100連しました。100連しましたぞ。いったね、はい、すごい。アイドルになりました。やった。やもう満足いくまでやったって感じなんですね。回、はいはい、しました。さあそして、ムーミンさんですが、今回のポイントは、はい、今回はいつもはパンダの姿で配信してるんですが、うん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 、今日はピンクのコーデでメイド服です。あら、かわいらしい。ちゃんとゲームの、あ、コントローラー、コントローラーつけてきました。あ、本当だ。さあ続いてヨクシマルさんいかがでしょうか。はい、僕のポイントはこの鼻のパーストコーデです。はい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 。あ、なんかちょっとやんちゃな感じも。そうです、来月で僕リアリティ4年目なんですけど。すごい。一回も外したことないです。はいはいはい、そうなんだ。トレードマークなんですね。トレードマークです。うん。服装はダボっとした格好が好きで、よく、うん、オーバーサイズの T シャツやパーカーを着させてもらってます。かわいいでしょ。いや、いい、おしゃれね。ありがとうございます。最後ルフナさん、あ、いかがでしょうか。はい、イメージカラーが赤なので結構赤に揃えました。風船も赤です。すごい可愛らしい感じ。どうですか、チャームポイントとかありますか今回。チャームポイントはここの目のキラキラと、あとは、あ、本当だ、刃ね。あー、これです。あー、なるほどなるほど。はい、ちなみになんか皆さん今日こう呼んでほしいみたいな名前ありますか。三つ星さんはなんてお呼びしましょう今日。三つ星でお願いします。はい、三つ星さんはもう三つ星だね。はい、星で、はい、もうそうだよね、だってそう呼んでほしくてその名前で活動してんだから、はい、三つ星でいいに決まってるもんね。それはそう、三つ星ね。じゃあ三つ星さん頑張ってください、はい、ムーミンさんは。ムーミンで。ムーミンね、いやそうだよね、だってそれだと思って活動してんだからね。ムーミン決まってるよね、はい、ヨクシマルさんどうなんですか。僕はヨクシマルのシマルって呼んでもらえたら嬉しいです。そうなんだ、この流れでよく言えたね。いいですか。すいません。みんなにはシマルくんとか呼ばれてるってこと。そうです。ルフナモカさんはモカでお願いします。モカちゃんね。はい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 。リスナーさんもモカちゃんなのかな普段は。モカちゃんが一番多いです。はいはい。で、三つ星さんとムーミンさんとシマルくん、モカちゃんの4人でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。さあ早速ではありますが、クイズの方に入っていきたいと思います。これから皆さんには
答えるまでが超大変なクイズに挑戦していただきたいと思っております。答えが分かりゃいいとね、皆さん思ってないですか？いや違うんですよ、答えるまでっていうのもこれ回答権得るまでとかね、いろいろ大変なことがありますから頑張っていただきたいと思います。3つのステージご用意させていただいております、はい、クイズの結果に応じてポイントが与えられ、その合計点が最も高い方が優勝となります。さあそして優勝者にはなんと、おーおっ、おなんか来たね、こちらのクリスタルトロフィーを贈呈させていただきます。かっこいい、かっこいい、何え、すごい、あ、全力アーサーって書いてある、はい、書いてあるよね。これは今回用に作られたですね、特製のトロフィーとなっておりますので、世界に一つでございますから、うわ、はい、ぜひね、これ持ち帰っていただいて、いただきます、いただきます、ありがとうございます。まずはファーストステージです。これから皆さんにはあることに全力で挑戦していただきたいと思うんですけれども、皆さん全力と聞いて何を思い浮かべられますか？全力坂、全力坂ね、坂上がっていくクイズね、坂の上に早押し機やっていいですね。ガチイベント、ガチイベント全力尽くすもんね、イベントにはね、はい、はい、まあ、皆さん確かにイベント全力でした。はい、大食い、あー全力大食いね、はい、あ大食いだったらしまるくんね、やっぱりもう余裕有利かもしれないし、はい、はい、じゃあ全力疾走、全力疾走ね、全力といえば全力疾走ってね、全力疾走言葉ありますからね。皆さんに今回全力でやっていただくもの、まあでも皆さんちょっとパッと出なかったんですけど、国民の皆様に全力って言ったら何って言ったら返ってくると思うんですけども、今回は全力ちゃぶ台返しでございます。どういうこと怖いぞ、もうスポコンアニメでも全力でやったでしょ、もうちゃぶ台パッと、ね、やりたいやりたい、あれかバカボン、これか昭和、昭和かな、ということでファーストステージ改めまして参りましょう。全力なめんじゃねえアンサー、はい、ということで早速全力なめんじゃねえアンサーを行っていきたいと思いますが、ヘッドチェンジ終わりまして、はい、はい、このような形でやっていきたいと思います。これから皆さんにはライバーなら答えられて当然の常識問題を出題させていただきます。答えが分かった方はちゃぶ台の上、あちらですね、ありますアジの開きボタン、味の開き、味の開き、味の開き、しゃぶ台といったらね、やっぱりおかずが欲しいですから、味の開き乗せさせていただいてますけど、ご飯をちょっと押してみてもらっていいですか？あ、わあ、はい、すげえ、ボタンをね押していただきたいと思います。開いたよ。そうすると回答権を得たということになりますので、皆さんはですね、ちゃぶ台のところまでかけていって、はい、こちらのボタンを押してください。回答とともにですね、なめんじゃねえぞと大声で叫びながらちゃぶ台をひっくり返していただきます。これ醍醐味ですからね、ちゃぶ台の醍醐味ですから、はい、はいはい、そしてその叫んだ声の大きさの数値がそのままポイントになるという、声の大きさも重要な、はい、クイズとなっております。ポイントは100デシベルなら100ポイント入るという形になっておりまして、ちなみにこれ、普段のですね、大きさはどのくらいかというと、会話、普通の会話でいうと60デシベル、救急車のサイレン、あの結構大きい音、はいはい、あれが80デシベル、電車が通る時のガード下、あれが100デシベルくらいになっているということになりますので、やっぱりねライバーさんといっても声がやっぱり重要になってくると思いますから、大声ね時には出せないといけないということで、今回は大声で点数を稼いでいただくというクイズになっております。さあそれでは皆さん、定位置についていただきました、準備よろしいでしょうか？はい、はい、頑張ります。今回のクイズなんですけれども、番組からですね、一筋縄ではいかない問題を準備してくれと言われて、お今回用に作った問題になってますので、なんだ、早押しに行くタイミングもなかなか難しくなってるかと思います。気合を入れて参りましょう。第1問、問題、電子頭脳としてウルトラスーパーデラックスコンピューターを搭載しており、赤外線アイで暗闇でも物を見ることが可能。お、さあ行きました。さあ行きましょう。押したのは三つ星さん、はい、早い早い。サーキュレーター、なめんじゃねえよ。だねー、違いました、ごめんなさい。サーキュレーターじゃありません。めちゃくちゃ戻ってくる、かわいい。 129.3 馬力のパワーを誇る高い性能を持っている。2112年に松芝ロボット工場で誕生し、はい、はい、来ました、行きましょう。もこちゃん、ドラえもんだよ、なめんじゃねー。その通り、イエーイ、す
素晴らしい正解でございます。もこちゃん今どこがポイントになりましたか。いや頭1個 AI が頭に入ってるっていうのと、まあ、暗闇でも見れるからなんか機械動く機械かなって思って、うん、だと2100何年で未来、はい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 、でドラえもんかなって思ってかけて行きました。素晴らしい。エリートだからね。エリートじゃあモカちゃんからするともう絶対サーキュレーターなわけねえなと思ったってことか。言わないでのこと言わないで。いやいいですよ。でも水本さんね、ガンガン言ったんで一番積極性はありましたからね。ナイスライ。はい、ということで、ただいまの得点ですが100デシベル100ポイントでございます。すごいすごい。第2問問題。ブドウの品種の一つ、巨峰の名前の由来となっている2013年には世界文化遺産にも指定されている日本の名勝で、葛飾北斎が有名な連作版画の題材としたことで知られ、また一般的な銭湯の壁などにもよく描かれていることでも印象的な、標高3773ついたのはモカちゃん。またしても参りましょう。モカちゃん、富士山だよ。ダメんじゃねー。その通り。やったのに。お見事。はい、ということで標高3776メートルと日本で一番高い山は何でしょう。富士山ということでございまして、さあモカちゃん連続正解となりました。お見事。ありがとうございます。悔しい。ただいまの得点111デシベルでございました。あ、コツ噛んだ。どうですか、シマル君と競ったことでちょっと声量また出たから。確かに確かに。バタ落としてたからね。さあ相乗効果もね見えてきました。それでは参りましょう。続いての問題。1975年にマルカ食品から発売が開始された、その名前は若いカップルに2人で1つのものを仲良く食べてほしいという思いを込めて、ペアとヤングという言葉から名付けられた。さあ行く参りましょう。しまるくん、ペヤングだ。なめんじゃねー。その通り。イエーイ。とヤングという言葉から名付けられたものである。主なシリーズに国劇からや超超超大盛りギガマックスなどのラインナップがある人気のカップ焼きそばは何でしょう。ペヤング、しばるくんこれひらめいたね。もう問題でほぼ出てたんでわかりました。はい、あもうペアとヤングでペヤング、はい、ムーミンさんペアとヤングって言われてペヤングってわかった。いやパプリコ、パプリカってなんだっけ、あのパプリコ、パピコ、パピコ、パピコだと思います。2人で1つのものね分け合うからね、はい、うん、はいはいはい、ね、いやということでこれね意外とね答え全部出てるかと思ったらひらめくの難しかったと思うんですけれども、うん、はいお見事でございました。ただいまの得点105デシベルでございます。マジ、すごい。問題。1927年、アメリカテキサス州で氷を販売するお店として設立されたことが起源となっており、1974年に日本に出店した第1号店で初めて売れた商品はサングラスであった。その名はかつて朝7時から夜11時まで営業していたことにちなんでいる、はい、さあ行きましょう。全然わかんねえ。もかちゃん、もしかして、もしかして、あれ周りの方はまだピンときてないか。もかちゃん違うかも。セブンイレブンだよ。なめんじゃねー。その通り。マジで。おお素晴らしい。また一人正解を受けました。ありがとう。わからなかった。もかちゃんこれはわかんないけど走っていった。7時と11時って聞いてこれしか思い浮かばなかったです。いや素晴らしい連想力、お見事でございました。さあ自分の正解となります。ポイントは105デシベルでございました。それでは参りましょう。続いてはちょっと変わったこんな問題です。ズバリ1から100までの数字を全て足すといくつになるでしょう。1から10。はい、はい、さあ行きましょう。三つ星さん、わからない。残念。ダメだね。すごい。わからないっつって、ね。クイズでね。わからないっつって。いいですよ。はい。はい、すごいこう本当に反省してもらってるのね、みとこちゃん。申し訳ないっつって感じ。さあ、1から100まで数字を全て足すといくつになるでしょう。でもねこれ何度でもチャレンジできますからね。はい。三つ星さんの精神でどんどんいきたい。考えます。考えましょう。はい。はい。そういきましょう。しまるくんチャレンジ。いいっすか。ズバリ1500だ。なめんじゃねー。
みんなね脳内で考えてますけど、はい、いいですよ。でも一応ねこれゆっくりやれば小学生でも解けますからね。1たす99は 100、 2たす98は 100。 ちょっとこれを使って皆さん考えてみましょうか。うん、分かったかも。お、水星さんひらめいた。分かったかも。さあ、来た来た来た、ついに正解になるか。水星さんいきましょう。やべえやべえ。水星さん、ピンポン、いくよ。1万。なめじゃねー。残念。違うの？違います。あ、違うの？1万2万。あ、なんか違うの？あ、違うの？あ、そうね。1から100まで100個の数字があって、そのうち2つを組み合わせると100になる組み合わせがいくつかあるね。うわー、くそー。じゃあ、じゃあ、いってみる。さあさあさあ、解き方はなんとなくみんな共通で分かってきた。もかちゃん、5100だよ。なめんじゃねー。残念。あ、でもね、なんかいい感じになってきたんじゃないですか。近い。これは1と99の組み合わせ、2と98の組み合わせっていうのが49まで続くよね。あ、分かったかも。さあよ、今度は初めてボタンを押します。ルミンさん、いきましょう。どうぞ。4901。なめんじゃねー。だねー。あ、でもなんかみんな考えがね相当詰まってきてる感じ。いい感じですよ。1から49までは100になるセットがありますね。ってことはそこまでで4900はあるってことですね。4900までは解けた。1から49までと51から99までで4900ができると。あと数字が1個残るんだよな。5000って言ったっけ。え、言ってない。はい、さあ行きましょう。もっかちゃん、5000だよ。なめんじゃねえ。残念。わかんない。近づいてきた。相当近づいてきた。近づいてきた。はい。あ、何？41から49までと51から99までを使って4900ができました。残ってる数字は1から49と51から99までを使ってますね。はい、行きましょう。さあ、しばらく。あ、分かった分かった。行きます。5001だ。なめんじゃねー。そうだよ。だねー。ここでタイムアップ。5050。あ、今出ましたか。もかちゃん、もう一回大きい声で。5050でした。その通り。すごい。ね、100のペアを作っていくと、100と50がね残るんですよね。ということでそれを全て足すと5050ということだったんですが、いや、これ競ってる中でやるとなかなかねピンとこないですよね。はい、でも皆さん一度はねこれでボタン押せましたんで感覚はつかめたかなと思います。それでは参ります。問題。中世ドイツの宗教改革者であるマルティン・ルターが宗教儀式の一環としてルールを定めたものが原型とされている。チーズケーキやファンデーションといった用語が使われるスポーツで、このスポーツで遊ぶときに履く靴がカラフルなのは間違えて靴を履いたまま帰ってしまう事故を防ぐことが目的であることでも知られる。ポケットを目指してボールをレーンの上に転がし、はい、10本のピンを倒すことを目指す。さあ行きましょう。やばい。島野君、いきます。ボーリングだ。なめんじゃねー。その通り。イエーイ。お見事、正解でございます。最後まで聞いたら分かった。最後まで聞いたら分かった。10本のピンを倒すことを目指す競技といえば何でしょうか。ボーリング正解でございました。よっしゃ、はい、これはちょっとねいち早く気づいたって感じだったね。島野君、そうっすね。10本までいかないとでも気づかなかったっす。はい、ということでですね、ストライクが出やすいレーンのことをチーズケーキと呼んで、初めて知った。第9フレームのことを逆転の下地になることからファンデーションフレームとね呼んだりするということがあったりしました。はい、ボーリング場の靴はねわざとカラフルにして間違わないようにしてるとかね、いう雑学も入っておりましたが、お見事、正解です。ただいまの得点105デシベルでございました。よっしゃー。すごい。問題。たかしくんは学校のマラソン大会に出場しました。たかしくんはこの日のために毎日ランニングをして気合十分で挑みました。その成果もあってたかしくんは好調なスタートを見せ、残り 1km の地点までやってきました。ここでたかしくんはスピードを上げ、
6位の選手を追い抜きました。さて今たかしくんは何位だったでしょう。さあこれは全員かけ出しましたがボタンを押したのはわずかに早いモカスタッフ。さあ行きます。6位だよ、ダメんじゃねー。素晴らしい、その通り、お見事、正解でございます。あ、これねちょっと引っ掛けのつもりで6位を追い抜くと5位ってね思っちゃう人もいるかと思ったんですが、スピード的にも良かったし、モカさんこれはもう引っ掛からなかった。引っかからなかったです。はい、ちなみにみんなは引っかかりました。あ、5位だと思った。5位だと思った。じゃあすごい大事故になるところだったんだよ。ちゃんとした人がボタンをねつけてくれてよかった。ただいまの得点110デシベルでございます、やっぱりセルとね、みんなで競ってやった、勝ち取ったってなると声大きくなるのかな。まだ問題ございますので参りましょう。問題、あるアーティストの楽曲のタイトルを使って文章にしました。そのアーティストとは誰でしょう。迷える羊のような優しい人は夢うつつで月を見ていた。はい、いきます。はい、なんだ、分かったよ、これいきますよ。強いな。一本、水星さん。ヨネズ原始だろバカ野郎。ヨネズ原始どうです。じゃあバツ。じゃあバツです。はい、幽霊。もう行きましょう、しまるくん。ヨネズケンシさんです。ダメじゃねー、この通り。違うの、アイアトリソフィー。なんでなんでなんでよ。違うのか、あれっすよね、名前っすよね。そうなんですよ、これね、玄という字、玄米の玄という字を書くんですが、読み方がヨネズケンシさんが正解なので、三つ星さん惜しかったんですが、ごめんなさい、ここは正解とさせていただきます。しまるくんのただいまの得点100デシベルでございました。下がってるだと。番組から一筋縄ではいかない問題を頼まれた私からの問題、ズバリ、私古川洋平の最も好きな肉料理は何でしょうか。はい、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 一番元気いきましょう。はい、水星さん、いくぞ。スペアリブだろこの野郎。ねえ、すごいすごいこと言った。スペアリブ1個目からね、うまいからね、スペアリブね。はい、スペアリブ、大好きでしょ。だ、残念。あ、違うのか。残念でした。はい、違いました。お肉の種類を言いますね。おお、これ鶏肉を使った料理です。鶏肉。あ、もしかして、もしかしてあれかな。いけるか、ムミさん。焼き鳥だよ、なめんじゃねえ。だめー、あれ違う、分かった分かった、分かった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 、もう正解をもう確信している。では行っていただきましょう。三つ星さん、絶対みんな大好き唐揚げ、なめんじゃねー。だめー、なんでだよ。いや、まあ美味しいんだけどね。なんでだよ。ヒント欲しい、ヒント欲しい。一番近いのはまあでも唐揚げが近いかな。唐揚げ、何回やってるんだろう。ピンポン、モカちゃん。チキンナゲットだよ、なめんじゃねー。その通り、やだ、なるほどな、お見事、正解、チキンナゲットでございました。いやだってね、肉料理一番美味しいじゃない、チキンナゲットが。いや、まあうまいけどね、唐揚げだろう絶対。一番うまいよ。焼き鳥だろう、焼き鳥。はい、手数がいっぱい出ましたけれども、正解はモカちゃんのチキンナゲット、得点は105デシベルでございました。さあそれでは参りましょう、続いての早押しです。問題、2021年にはアメリカの雑誌タイムの世界で最も影響力のある100人にも選ばれている。その名は地元平泉にゆかりのある源義経の八艘飛びのイメージを表す漢字一文字と、平泉の平の字を一文字ずつ取って命名された。かつて花巻東高校のエースとして注目され、現在はアメリカメジャーリーグの。はい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 、押していきました、三つ星さん。はい、これはこれじゃない、ハンカチ王子斉藤佑樹選手。あ、なんだ、なんだ、あれ、ですか、あれ、なめんじゃねえね、なめんじゃねえ、はい、残念。あ、ここでいきますか、いいですか、これだ、気持ちいい。三つ星さんの後でいきました、しまるくん。はい、大谷翔平選手です。なめんじゃねえ、そこ、イエーイ。お見事、さあ正解してね、
喜びを表す島津君と頭を抱えた三つ星さん。三つ星さん、これどうだった？なんでよ、ハンカチ王子でしょう、やっぱりこちらの世代はハンカチ王子でしょう。ポイントですが、またしても105デシベルでございます。イエイ、はい、安定の105デシベル。しかしね、正解がいっぱい出ました。お見事でございました。さあ、ということでここで問題終了でございます。どうなんだ。第1位モカちゃん531ポイント。はい、お見事、正解数もありましたし、最も大きい声も出てたということでね、はい、お見事でございました。さあ、そして第2位ですが、わずかに及びませんでしたが、お見事415ポイント獲得で、しまるくんです。ありがとうございます。よっしゃ、悔しいけどオッケー。ムーミンちゃんは何ポイントくらいだったと予想しますか？とかな。1位でもらえたと思ったらどうにかしてね。なんか可愛いとかで。可愛さポイントね。いや、可愛さポイントね。2人とも100点満点なんですけど、クイズ的にはすみません、2人今0点でございます。あーだよー。頑張ってたのに。頑張ったよ。いや、そうなんだよね、三つ星さんめちゃくちゃボタンを押してたんだけどね。確かに、そうだよ。続いてセカンドステージはこちら、全力ロデオアンサー。なんだなんだろう、なんだなんだ、わからない、どういうこと。ということでね、皆さんやっぱり全力といえばね、ロデオですよね。聞いたことない、全力といえばロデオ聞いたことないぞ。納得の表情。いいな。さあ、ということで早速皆様にはロデオに乗っていただきましたけれども、皆さんいかがでしょうか。すごい、出る、かわいい、乗ってます。イエーイ、動く。キキキ。これから皆さんにはひらめきクイズを出題いたします。答えが分かった方は全力で手を挙げてアピールしてください。問題に正解することができれば200ポイント獲得できるとルールになっておりますので、ねえ、ムミさん、これで全然逆転もあり得る形式になります。満点取るぞ。強気だね。100問出ると思ってるじゃん。100問乗り続けるまんま全力だね、今日はね。さあ、ということで早速なんですが、皆様の前にですね、画像で問題を表示させていただきます。ロデオマシーンが動き出したらですね、こちら画像を表示いたしますので、分かった方は大きく全力で挙手をお願いいたします。問題、このハテナに入る言葉を答えてください。ハテナに入る言葉を答えてください。はい、はい、はい、行きましょう、モカちゃん。加湿器。その通り、早い。わかんない。はい、さあ、ロデオもね、全開になっておりましたが、しっかり見定めました。モカちゃん、これどうやって解きましたか？これは一番上から解いていって、右の絵が薬だったので、左の絵を見て栗の句で書いてある巣で、右の栗、はい、栗の栗。なるほど、栗という字を前後に分けて間に巣を入れて薬。はい、二つ目がこれわかんなかった、太鼓。はい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 、タコを分けて真ん中に太鼓、はい、そして最後は何になりましたか？柿の絵なので、うん、加湿器。はい、お見事、正解でございます。絵を前後に分けて、言葉を作るというものなんですが、柿の中に質が入るので加湿器が正解でございました。お見事。さあ、ということでここでモカちゃんにさらに追加点200ポイントが入ります。やばい、やばい。参りましょう、続いての問題はこちらです。あるなしクイズです。理由も答えてください。ロデオはあるなしどちらでしょう。ロデオはあるなし、理由も答えて。なに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 、全然何も考えられないんだけど、これシュールな絵かな、それともすごい方ないかな、どっちだろう。はい、来ました。さあ、行きましょう、モカちゃん、ロデオはあるなしどっち。なしなし。その心は。あるは都道府県が入ってる。その通り、素晴らしい。正解でございました。やだー、ごめんなさい。いや、心なしか、なんかロデオのね、牛もちょっと疲れてる感じもしましたけどね。あれ、牛も大変でございました。頑張れー。はい、正解でございました。はい、ということでモカちゃん、どこから最初に見えた感じですか？ギフトを見て、ギフ、うんうん、入ってるなって思って、下から三重、高知とか探していきました。はい、お見事でございます。それでは続いての問題参りましょう。続いてなんですが、正解だけではなく、各動物がそれぞれ何なのかも明言してお答えください。第3問はこちら、ハテナに入る数字を答えてください。ただし各動物には0より大きな数が当てはまります。さあ、パンダもいます、頑張って。はい、パンダ、ワンちゃん、
ゃあ内訳は、パンダが3、ウサギが8、カエルが11。おー、素晴らしい、素晴らしい、やったー、オッケー、あー、お見事でございました。素晴らしい正解でございましたね。掛け算が出てその後足し引き算が入ってくるという計算でしたが、もかちゃんこれ解き方はどういう順番で、パンダがサザンが9、ウサギが葉っぱ60、カエルは 11×11 が121っていうのを覚えてたので、それで当てはめて計算しました。そうですよね、だっていつもカエルとカエル掛け算させますもんね、人間って ね、 そうですよね、覚えてたもん。そうだよね、カエルは11です。そうなんですよね、掛け算してこの答えになるのは1通りしかないということで、計算ができればあとは簡単な足し算引き算、答えは0でございましたけど、それにしても早かったね。やったエリートでーす。やばい、みんなエリートってコメントしてください。はい、ということで改めましてこのラウンド1位はウフナモカさん600ポイント追加でございます。すごい、はい、さあモカちゃんもこれかなり優勝近づいたんじゃない。1位目指してこのまま走ります。はい、ということで、さあ一体どうなるか、続いては最終ラウンドとなります。以上、全力ロデオアンサーでした。さあここで最後のステージに行く前にここまでの合計ポイントを振り返ってみたいと思います。まず第1位がウフナモカさん1131ポイント。すごい、どうですかここまで。いや難しい問題も多かったんですけど、楽しめて答えられてるかなと思います、はい、負けないように頑張ります。優勝へ向けて頑張ってください。続きまして第2位が、よくしまるゆさん415ポイントでございます。こっから本気出します。はい、まあ、少しね差はついてしまったんですけれども、まだポイントありますからね、これは足がかりに頑張っていただきたい、はい、頑張ります。さあ続きまして第3位なんですけれども、ムーミンさん、可愛いポイントは100点満点、クイズ的にはまだゼロでございます。もっと頑張ります。はい、ここからね逆転目指して頑張ってください。そして同じく第3位、可愛いポイント100点満点、クイズは今んとこ0点の三つ星さん、いかがでしょうか。次は全力で頑張るぞ、ね、よろしくお願いします。まだねだって本気出してないだけだもんね。本気出してないぞ。そうなんだよね、ここからやるんだから三つ星やります、はい、ここからね、はい、頑張ります。お願いいたします。皆さんに朗報です。最後のステージはなんとですね、大大大大大逆転も可能なステージをご用意しております。イエーイ、やったー。ということで参りましょう、ファイナルステージはこちら、全力アンサーマシマシチョモランマー。何それ、何それは全然想像できないよ。わからねえぞ、チョモランマ、チョモランマ。皆さん全力といえばね、やっぱり具材マシマシ GK ラーメン、これ全力ですよね。世界で一番全力の食べ物、うん、そうね、そうです。はい、もう全員超納得の表情、ということで皆さんにはですね、これから出題された問題に対して情報を盛り込んで、つまりマシマシにして回答していただきたいと思います。正解すれば200ポイント、そしてさらにマシマシ情報1つにつき100ポイントを差し上げたいと思います。例えば問題で、読売ジャイアンツや阪神タイガースなどのプロチームがあるボールとバットを使って行うスポーツは何でしょうという問題が出題された場合、もちろん答えは野球ですよね。普通のクイズ番組だったらここでお手元のボードに野球と書いていただくんですが、この、マシマシチョモランマではそれに情報を付け足していただきます。例えば大谷翔平が二刀流で活躍している野球とか、ドカベンやタッチなどの漫画の題材となっている野球とか、これを一つの文章に入れ込んでください。大谷が活躍し、タッチなどの漫画の題材になっている野球みたいな感じで、いくらでも書ける範囲だったらもういくらでもマシマシしていただいて結構でございます。これが泣いても笑っても最後でございますからね。ゼロポイントの人も一気にね1000点とか獲得する可能性がありますから、一問で繰り返る可能性がございます。早速第一問です。英語ではドッグという動物は何でしょう。それでは皆さん全力でお書きください、どうぞ。問題は英語ではドッグという動物は何でしょう、なのでまずこれの答えは必ずどっかに書いてください。何々で何々な〇〇と、同じことじゃなくね、いろんな観点から書いていただければなと思います。ドッグっていう動物はこういう特徴があってこうでこうでみたいなことですね。いいぞいいぞ、これ自信あるぞ。
さあムーミンさんがここまで書いたものを全て消しました。嘘嘘大丈夫か。さあ残り10秒。いやあまだもっともっとあるよ。いっぱい書かないと。4、あ、5、6、2、1、そこまで。ペンを置いてください。書いた。最後皆さん全力の書き上げ、書き込みが見事に終了した形になったかと思います。それでは回答をオープンしたら、ご本人に読み上げていただきたいと思います。ではまず逃げ切りたい現在1位のモカちゃんの回答から見てみましょう。回答こちら。答えは犬です。四足歩行で歩く哺乳類、トイプードルなど多くの品種がいて、ルフなモカの家でも飼っていた。鳴き声はワンワンです。得点確認しましょう。四足歩行、これいいでしょう。哺乳類も合ってますね。トイプードルトイプードルなどの品種がいるのもその通りで、モカちゃんの家で飼ってたのもこれも事実だと思うので、これも1ポイント差し上げましょう。鳴き声ワンワンもいいかなと思いますので、犬の正解200ポイント、そしてマシマシポイントが500ポイントで700ポイント追加とさせていただきます。シマルくんの回答を見てみましょう、はい、こちらです。ドン。種類がたくさんいて、毛が短いのと長いのがいます。噛まれても痛く感じないくらい可愛くて、鳴き声はワン、うん、毎日散歩する必要がありまして、うん、餌はドッグフード、家の中でも外でも飼えます。ズバリドッグは犬。以上。すごい。なるほど。わーすごい。正しい。まずはね、ドッグ犬正解ですね。はい、ということでまずここは正解でございます。あとはマシマシポイントの確認ですね、ということでトータルポイント犬の正解200点マシマシが6つありますので、トータル800ポイント差し上げます。少し近づいたという感じですね。す10個書いたらもうね1200とかなわけですよ。ここでさあどれだけ逆転してるか非常に楽しみです。まずは一生懸命たくさん書き込んでくれていました三つ星さん、見ていきましょう。三つ星さんの回答こちら。犬、あとお茶犬、あとチワワ、あとペットショップ、はい、お散歩に行くおばさん、ドッペルゲンガー、山田さんちのよく吠える犬、癒しと、あとスマイルがあります。なるほど、すごい。まずは箇条書きっていうね、はい、まず箇条書きで攻めて、はい、ドッペルゲンガー、はい、これはドッペルゲンガーっていう犬がいるんです、うん、二重になる動物がいるんです。皆さん知ってますか、知ってますか。世界的発見じゃないそれ、はい、どうですか皆さん、犬のドッペルゲンガー探しました。はい、結果、はい、おりません。あれ嘘ですか。あれあんでだよ、怖いと。おりませんだと、怖すぎるじゃん向こうが生み出してるの、はい、ということで得点ですけれども、はい、犬で200点、そして、お茶犬、チワワ、癒し、ペットショップ、お散歩に行くおばさん、はい、山田さんの家のよく吠える犬、この6つ加点とさせていただきたいと思いますので、800点でございます。やったー、ありがとうございます。頑張って書いてるけど、もうちょっと箇条書きとかじゃないんですよ、三つ星さん。そもそも文章しなきゃいけないんですから。これはでね、はい、そう、まずは箇条書きじゃないし、みんなもさ、はい、まあ、分かるよ、それ書きたくなるの分かるけど、品種とかをね書いてても違うのよ、もっと品種とかじゃなくてもうちょっと情報載せてほしい、その、はい、誰でも書けることとかじゃないのをね書いてほしいよね、はい、だからね、お願いしますよ皆さん、ちゃんと文章で品種とか以外のちゃんと深い情報くださいね、はい、あれムミちゃん大丈夫で、ちょっと隠れちゃったけど回答見ましょうか。ではムミちゃんの回答オープン。見ないで。犬、トイプードル、チワワ、マネスタームミちゃん、ムミちゃん、これはちょっとムミちゃん、これやれるんじゃないのこれ、ムミちゃん戻りなさい、ムミちゃんムミちゃん、はい、ということで、いやちょっとね可愛いポイントではもうね第一ラウンドから図抜けて強いんですけど、ちょっとクイズ的にはこれ同じ切り口なんで、犬200点の、まあ犬の品種1ポイントで合計まあ1ポイントというかね、1マシマシということで、合計300ポイントとさせていただきます。はい、第1問目はシマルくんと、三つ星さんが800ポイント、そしてトップのモカちゃんには700ポイント、そしてムーミンちゃんには300ポイントが入っているという状況になっております。さあ問題まだありますからね、これ今のコツを覚えたら1000点以上取れそうじゃないか。確かにいける、確かにいける。さあ逆転あるかもしれません。それでは参りましょう、続いての第2問。問題、シャリの上にネタを乗せて作る日本料理といえば何でしょう。さあぜひね、今度はちょっと文章でツラツラツラっとこう綺麗に書いていただきたい、全力の文章をね、お待ちしております。
お寿司屋さんで働いたことあるんです。え、何やで？なんだって？何やで？何やで？あれ？それはこちらで、こちらで働いたことがありました。なんかのお店、飲食店かな？飲食店でございます。ごめんなさい。飲食店です。もしもこれの答えのお店で働いてたら、これさすがに三つ星さん行くね。はい。10秒前。さあ、モカちゃんは余裕の表情か。5、4、3、2、1。そこまでペンを置いてください。はい、それでは早速見ていきましょう。では先ほどトップだったしまるくんから見ていきましょう、はい、今回もペン走ってました。しまるくんの回答オープン。回ってる食べ物で皿の色で値段が違います、うん、ネタの種類が何十種類とあって、うん、素手で作ってて、うん、生魚から焼いたものまでありまして、だいたい僕は15皿くらい食べてます。一番好きなネタはサーモン、うん、苦手なネタはサバ、うん、答えは寿司だ。なるほど、まずは寿司正解です。お見事。はいはい、あとはねちょっとこれ情報マシマシの星座ですけども、回ってる食べ物で、まあ、すごい回転寿司の話いきなり、物によるでしょ。回ってる食べ物もありましてっていう書き方、間違えてました。回らないのもあるけど、はい、回転寿司もまずあるよという着想。そういうことです。あ、なるほど。じゃあこれは1個いいでしょう。回転寿司の存在を教えてくれた。お寿司の正解、200ポイント、うん、回っているネタの種類がある、素手で作られる、焼いたものがある、大体15皿食べれるということで合計700ポイント差し上げます。ありがとうございます。さあ続きまして、途中でポロリとねこういった店で働いている、もうなんならお寿司まで言っていたくらい、さあさっきので心得ましたよ。三つ星さんの回答を見ていきましょう。オープン。答えはお寿司です。シャリの上に乗ったネタで、わさびは涙と言います。1つはピン、2つはリャン、3つはゲタと言います。やばい、これが業界用語ですね。大将になんとオーダーミスをしてしまってぶん殴られそうになったことがあります。三つ星、回転寿司に初めて行った時に新幹線で来た回転寿司にとっても感動しました。はい、わさびは涙、あ、これすごいかっこいい知識ですね。だからお寿司屋さん用語があるからね。はい、わさびは涙、その通りです。で、一つはピン、二つはリアン、三つはゲタ。はい。これも相当ね、深い知識。これ間違いない。はい、間違いないの。じゃあちょっとね、これだけ間違いないからちょっとお調べしますね。はい、お願いします。これね、一つはピンだけ書いてもいいところを、ゲタまで書いたのがね。はい。ポイント高い。ポイント高い？俺はポイント高いですよ。調べました。はい。結果。はい。一つは、ピン、これ合っておりました。はい、2つはリャン、はい、これも合っておりました。よっと、3つはゲタなんですけれども、はい、これも正解でございます。やったー、これはね、リスクを取って3つ書いた、素晴らしい。これはさすが働いてただけありますね。さすが得点ですが、まずはお寿司、200ポイント差し上げましょう。で、そうですね、まあ思い出がね2つ書いてあるんですけども、はい、まあじゃあこれは思い出ポイントで1増しとしましょう。これね、合わせて1増し、業界用語なんですけど、僕ね最初にその同じ切り口でいくつ書いてもね、あの1つにまとめちゃうよとは言ったんですけど、はいはい、これ業界用語って全部をね一律で知ることも難しいので、はい、今回はその知識量に、ね、敬意を表して涙、ピン、リャン、ゲタ、これ4つ正解とさせていただきたいと思います。やったー。ということで、業界用語4つと思い出ポイント1つ、寿司の200点と合わせまして合計700ポイントを差し上げたいと思います。やったー。いや、これは見事でしたね。やったー。こういうことよ皆さん、こういうのが欲しいのよ。クイズっぽいでしょ。おそらくまだトップ走ってると思います。モカちゃん逃げ切れるか。回答こちら。はい、答えはお寿司です。日本食で海外でも大人気、サーモン、縁側などの種類があるよ、うん、お箸でも手でも食べれます。100円寿司から1貫1000円のものもあります。おうおうおう、リアリティコーンをやる、スカイツリーにも美味しいお寿司屋さんがあります。ぜひ行ってみてね。 お寿司は海外でもお寿司と呼ばれています。おうおう、モカが好きなお寿司はシマルンと被るんだけどサーモンです。なるほどなるほどなるほど。いやまたまあ文章上手にね書かれてますね、お見事でございますけれども、リアリティコンをやるスカイツリーにも美味しいお寿司屋さんがあるよ、情報も
お店情報を出してくれる。リアリティコン10月26日にやるんですけど、ぜひ行ってみてね。多分2時間ぐらい並ぶんですけど、美味しいです。おー、宣伝上手。ポラマチにあります、これ今日初めてこの番組でリアリティさんのこと知ったって方もね、もしかしたら、うん、あの YouTube 由来とかでいるかもしれないんですけど、リアリティコンっていうのは一体どういうやつなんですか？リアリティコンっていうのは、うん、いろんな人が、イラスト描いたやつが飾ってあったりとか、うん、普段はあの顔ぐらいしか動かないんですけど、うん、こういう感じであの動くような展示があったりするイベントです。すごい。じゃあすごいね、リアリティコンのね、ちょっと宣伝というか情報も盛り込んでお寿司に絡めてる顔、見事ですねこれね。海外で人気、そして種類があって、お箸でも手でも食べれる、いろんな価格帯があって、スカイツリーに美味しいお店がある情報、そして海外でもお寿司と呼ばれてるよと。で、好きなお寿司と種類がさっきしまるくんでね同じにしたので、ここは省くとして、お寿司の200ポイントそしてマシマシ6マシマシで合計800ポイントを差し上げます。やばーい、負けないぞー。さあ、ここでまた逃げ切りをね図る見事な文章でございました。いってみましょう、ぬみちゃん、オープン。シャリといえばお寿司。シャリといえばお寿司いい、いい書き出し、いい名作文学の書き出しシャリといえばお寿司。シャリといえばお寿司。お寿司、うん。でマグロ、マグロ、中トロ、うん、アジ。おい、プードルの時の間違いを過ちをもう一度やってるな。アジ、イクラ、サケ、イカ、タコ、中トロ、タイなどなど、世界に愛される。あ、世界ね、はいはい、ワールドワイドです。そして、そしてリアリティにはシャリの名前の運営さんなるほど、マグロ、中トロ、アジ、サバ、イクラ、サケ、イカ、タコ、上トロ、タイ。むーちゃん、やった？僕言ったよね、さっき種類の羅列は1点だってさ。あっちゃー、むーちゃん、これねえ、専門用語言ったら4点もらえたから私もかなじゃないのこれで大量得点だじゃないんですよ。まあ種類があればいいでしょう。これね、じゃあ1マシで、世界に愛されてますね、日本だけで食べられてない、まあこれもいいでしょう、海外で人気と一緒なんで、はい、こちらもいいです。ですで、ちょっと最後ちょっと教えてほしいんですけど、リアリティにはシャリの名前の運営さんがいます。はい、これなどういうことですか？生配信をしていて、うん、その運営さんのお名前が、うん、シャリさんだったり、うん、イクラだったり、うんうん、あと誰がいたっけ、うん、サーモンちゃんと、うん、最近サバさん、サバさんっていう方が、そんなにお寿司絡み、シャリの名前なんですよ、みんな。シャリの名前じゃないけどねシャリをすごく大きく食べてお寿司の名前ね。あ、お寿司の名前なんです、おうおうおう、そうなんです。お寿司の正解で200ポイントですね。そして、シャリといえばお寿司、いいですね、種類を教えていただいて世界に愛されている、そしてリアリティにはシャリの名前の運営さんがいるという4マシ達成で600ポイントでございます。イエーイ、おめでとう、おめでとう。はい、ということでこのラウンドでございますが、ムーミンちゃん600点、シマルくん700点、三つ星さん700点、そしてモカちゃんが800点ということになりました。いや、皆さんすごい上手にはねなってきたんですが、その分かなり競るようになってきたんでね確かにいい勝負、一体どうなるでしょうか。さあ、まだ問題ございますので逆転のチャンスございます、はい、それでは参りましょう、第3問です。一般的にババ抜きをするときに使うカードは何でしょう。そのカードね、そのもの、カード全体の名前、これが答えになります。ババ抜きをするときに使うカードの名前をお書きください。まだまだ逆転できますもんね。全然できます、はい、もうみんなだいぶ上手くなったんだから。マシマシチョモランマ、逃げ切りたいモカちゃん、そして皆さんね、水を得た魚のように躍動し始めましたもう一回聞きたいです、もう一回。一般的にババ抜きをするときに使うカードは何でしょう。ここに書いてある情報書いてもね点にならないからね。さあ、時間いっぱい、画面いっぱい、全力で答えを書いていただきたいと思っております。私としてもね、どんな回答が飛び出すのかドキドキワクワクですよね。リスナーの皆さんと日々会話したりする中でね、得られる知識とかもいっぱいあると思いますから。トランプで、トランプあれあれ、みーちゃん、あ、ムミ、トランプって なんかありました。いいんですよ皆さん、答えが重要ではあるんですけど、それ以上に重要なものがあるクイズですから、頑張ってください。残り10秒、9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。さあ、皆さんよく頑張られました。終了でございます。
では見ていきたいと思います。さあ皆さんね、要領を得てますから、どれだけ点を伸ばしたか見ていきましょう。まず三つ星さんの回答から見ていきましょう。三つ星さんの回答こちら、答えはトランプです。うん、1からキングまであるものです。はい、トランプは48枚あって、ポーカーや時事抜きというものがあります。そしてリアリティにも大富豪やフェーズ1というものがあり、ユーザーさんがたくさん楽しんでます。でダイヤ、ハート、スペード、クローバーの絵柄が書いてあります。小さい頃お母さんと神経衰弱をして、神経が衰弱するからもうやめようって言われました、はい、あ、なるほどなるほど、はい、小さい頃お母さんと神経衰弱して、神経が衰弱すると言われた。お、これどういう思い出なんですか。はい、はい、これはあの小さい頃すごく神経衰弱が好きだったんですけど、うん、面白いよね。はい、なんですけどお母さんとずっとやってて、三つ星勝つまでやるんです。勝つまでやるからお母さんがもう神経衰弱するからもうやめましょうって言って言われましたなるほどね。そんなエピソードトークでした。あ、素晴らしい。でも確かに神経衰弱って、はい、ゲームの名前としては知ってるけど、由来が神経が衰弱するってめちゃくちゃ面白い由来だなとは思うので、その学びもあるからこれいいですね。これもいい情報ということで、じゃあこちらも1マチとしましょう。ありがとうございます。ということでトランプで200ポイント1から K まであって、ポーカーや時事抜きがある、そしてリアリティでも楽しめて、4つのスートがあって、お母さんとの思い出もありました、5マシマシで700ポイントです。ありがとうございます。素晴らしい。いやでもまとまってましたね、はい、非常に良かったかと思います。ありがとうございます。はい、さあ続きましてここまで絶好調です、しまるくん見てみましょう。オープン。はい、枚数は50枚以上ありまして以上、おおね、うん、はい、文字に使われている色は赤と黒、うんうんうん、好きなゲームは神経衰弱です。まさかの数字とアルファベットが使われてて、うん、不思議の国のアリスにモチーフになってるキャラがいるんすよね、うん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 、でギャンブルでも使われてます。答えはトランプ、うん、なるほど、以上です。はい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 、素晴らしい。不思議の国のアリスにもモチーフキャラがいてということなんですけれども、こちら改めて調べましたところ、トランプのねハートの女王などのキャラが、しっかりと出ておりましたので、こちらも完璧でございます。そしてギャンブルでも使われているということだったんですが、日本の公営ギャンブルにはないけど海外のねカジノなどでも使われてるから、これもまあ、語弊ないということでいいことにしましょう。ということでトランプの正解と枚数、そして色、好きなゲーム、そして数字とアルファベット、不思議の国のアリス、そして海外のカジノ情報なども含めまして800点差し上げます。ありがとうございます。はい、さあそして皆さん、ここでついにですね、爆発いたします。さあ最後の逆転にかけてふみんちゃん開けていきましょう。オープン。言っちゃったんですけどトランプと言います。いやすごい、はい、自己紹介みたい。トランプと言います。トランプと言います。はい、トランプは、うん、ブラックジャック。いや時事抜きで被ることありますそんな奇跡みたいなことある。さっきから被ってる。確かに同じ匂いがするから、するからかな。時事抜きなど、時事抜きなどをもう読み上げ方式始めた、うん、大富豪などのが、うん、などの後にもう一回など重ねていくパターンねいいですよ、うん、そしてリアリティにはトランプシャワーというギフトがあります。へー、なるほどなるほど。はい、ということでじゃあこれトランプ正解の200ポイントと、トランプのねゲームの種類1マシ、そしてリアリティ情報、これ素晴らしいですね。これ1マシで合計400ポイントを差し上げたいと思います。ありがとうございます。ナイス。さあそしてここまでたくさんのポイントを積み上げてきました。さあ一体どうなるでしょうか。参りましょう。モカちゃんオープン。はい、答えはトランプです。ポーカーやブラックジャックなどがあります。1から10と、ジョーカー、クイーン、キングなど13種類の数と4種類のマークがあるものです。リアリティにもトランプフレームギフトがあって楽しいです、うん、ヨーロッパ発祥のボードゲームになってます、うん、ボードゲーム以外にもマジックに使われることもあります、うん、最近は破けない防水のものも売ってます。みんなとトランプで遊びたい。なるほど、いや素晴らしい。さあそしてこれヨーロッパ発祥のボードゲームということですけど、はい、多分もうヨーロッパ、ね、じゃあこれはちょっと間違いないかね、本当かな、本当かどうかちょっとお調べしましょう。あ、怖い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 かも発祥って難しいですからね、何を発祥とするかね。確かに
もともとですね、花札とかを作っていて、カードゲームにもですね、造形が深い任天堂さんの公式ホームページに確認しましたところ、トランプの発祥地についてはいろいろな説があり、通説は確立していませんが、東洋に発展しヨーロッパに渡り発展していったということは一致していますということで、諸説あるんですが、今回はちょっと怪しいということでヨーロッパ書はなしとさせていただきます。東洋だった。でもまあおそらくね、名前がついたのとか一番最初にしっかり売り出されたのとかはね、ヨーロッパなのかなと思いますけど、発祥って難しいからね。でもこれナイスチャレンジでしたね。賢くなりました。はい、ということで、トランプでまず200ポイント、そして、種類ですね、そして13種の数、そしてマーク、さらにリアリティのギフトの情報と、マジックに使われる防水のものがある、そしてこれも最後ね、個人情報として、もうみんなの気持ちも代弁してくれたでしょう、みんなとトランプで遊びたいも載せまして、最後の最後素晴らしい得点出ました。7マシですかね。モカちゃんが、クイズの正解200ポイント、そして7マシということで合計900ポイントです。おめでとうございます。過去一の最高得点が出ました。最高得点ということで、第3問目はムーミンさん400ポイント、三つ星さん700ポイント、シマル君800ポイント、モカちゃん900ポイントということになりまして、ここで問題終了でございます。ということで皆さん頑張りました。以上、全力アンサーマシマシチョモランマでした。イエーイ、ありがとうございました。ということで本日の全てのクイズが終了いたしました。皆様お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。楽しかった、ね、素晴らしい戦い抜かれた4名ですが、それでは運命の結果発表に参りたいと思います。頼む。ということで最後のステージを受けまして、本日の最終結果はこちらでございます。第4位1300ポイントムーミーさん、第3位2200ポイント三つ星さん、そして第2位2715ポイントよくしまるさん。ということで全力アンサー初代優勝者は3531ポイントのルフランモカさんです。おめでとうございます。おめでとう。素晴らしい。さあ、ということで初代優勝者となりましたルフランモカさんにはクリスタルトロフィーを贈呈させていただきたいと思います。どうぞこちらにお越しください。ということで、はい、じゃあこちら素晴らしい優勝でございました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。うわ、いいな、かっこいい。大チャンピオン、おめでとうございます。素晴らしい。はい、ということで、行ってきました全力アンサーですけれども、これにて終了となりました。さあ皆さん、第1回の放送のね、栄えあるメンバーということでございましたけれども、ちょっと感想を聞いていきましょう。まずムーミンさん、いかがでしたでしょうか。ものすごくね、楽しかったです。あ、楽しかったです。あ、楽しかったんだ、喜んでもらえて。さあ三つ星さん、いかがでしたでしょうか。はい、三つ星とっても悔しかったです。あ、ね、いいところもあったからね。はい、はい、でもあの三つ星なので3位が取れてよかったです。はい、ありがとうございます。星の数だったんだこれね。はい、そうです。三つ星取れましたと。はい、じゃあ次はね、一つ星、一番星目指してね、はい、頑張っていただきたいと思います。さあ、そして準優勝となりましたしまるくん。いや、悔しい結果だったんですけど、うんうんうん、まあ、全力出し切れたんじゃないかなと思うので悔いはないです。楽しかったです。はい、しまるくんのいいところがね、たくさん出てた回だったかなと思いましたので、はい、またファンも増えたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあ、そして初代チャンピオンとなりました、はい、もかちゃん、改めまして喜びの声を。ありがとうございます。今日から受賞エリートじゃなくて自他ともにエリートだー。やったー、おめでとうございます。おめでとう。はい、ということで皆様ありがとうございました。そして、ここまでご視聴いただいた皆様も本当にありがとうございます。また次回の全力アンサーでお会いしたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。